MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。ゲームストップは、米国テキサス州グレープバインに本社を置く世界最大のコンピュータゲーム小売店のことで、欧米を中心に約6700店舗を展開しています。そして、今のマーケットは、ゲームストップ株をめぐる話題で持ちきりなのです。ウォールストリートジャーナルによると、個人投資家が束になって、ウォール街の空売りファンドを打ち負かしたことから、金融版アラブの春とも言われているそうです。しかし、ゲームストップの株価は、5日の米株式市場で急反発しましたが、週間ベースでは 80% 安と上場来の大幅安となり、時価総額2兆円近く吹き飛ぶ事態に陥っていました。米国で突如巻き起こったゲーム小売チェーンの暴騰劇。そして米国のゲームストップ株騒動は、韓国における株式の空売り禁止措置の延長に向けた圧力になったと、韓国の個人投資家たちは指摘しているそうです。韓国では、個人投資家が株式市場の 70% を占めており、投資家たちは空売り反対の掛け声に乗って、積極的な買いを続けています。そこで、韓国の金融委員会は、2月3日、株式の空売りの禁止措置を、5月2日まで延長すると発表していました。ブルームバーグによると、韓国の禁止措置は、現在、空売り規制としては、世界で最も長い規制になっているといいます。新型コロナウイルス感染拡大により、市場の不安定要因が拡大していることから、多くの国々が空売り取引を制限しました。ほとんどの国は、すぐに禁止措置を解除しましたが、韓国は、昨年8月に、2021年3月までの延長を決定しています。金融委員会のウン・ソンス委員長は、3日の記者会見で、禁止措置は延長されたのみならず、5月2日以降も、部分的にしか解除されないと発表。禁止措置は、引き続き2000銘柄以上に適用されるそうです。韓国の個人投資家は、今回の延長措置を歓迎したかもしれませんが、世界の当局は全く違う反応を見せており、国際通貨基金 IMF は1月27日、市場が安定した今、禁止措置を解除するよう求めていました。また、韓国メディアによると、ロンドンの株価指数を提供する FTSE は、韓国の規制当局に書簡を送り、禁止措置が続く場合、FTSE 株式市場分類における韓国の先進国の分類を撤回する可能性があると警告したそうです。韓国紙中央日報は2月6日付で、ブルームバーグ、韓国、最長期の空売り禁止国、株価に逆効果と題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。韓国政府の繰り返される空売り禁止延長措置が株式市場にマイナスの影響を及ぼす恐れがあるという海外メディアの報道があった。空売りは、株価下落が予想される場合、株式を借りて売った後、株価が下がれば、株式を買って返して、再起を得る投資技法を言う。ブルームバーグ通信は、4日、現地時間、全世界最長期空売り禁止国が、自国株式市場を下落リスクに陥れると題した記事で、空売り禁止延長措置が逆効果をもたらしかねないと指摘した。これによると、昨年3月の新型コロナ事態で世界株式市場が暴落すると、韓国など12カ国が空売り禁止に入った。多くの国は2、3ヶ月で空売りを再開し、韓国とインドネシアだけが1年間、長期空売り禁止を維持した。ところが、インドネシアは、今月末に空売り禁止を終了する予定だ。このままでは、韓国が世界で空売りを最長期間禁止した国になるということだ。ブルームバーグは、ファンドマネージャーなど多くの市場関係者らが、人為的な株価支持状況が結局、逆効果をもたらすと憂慮していると伝えた。オーストラリア・シドニー所在ファンド運用会社 AMP キャピタルの関係者は、ブルームバーグに、韓国株式市場は上昇基調だが、空売り禁止を延長したのは驚く決定とし、意図せず、市場の流動性が急減するかもしれないと指摘した。これに先立ち、
金融委員会は3日、来月15日に終了予定だった空売り禁止措置を5月2日まで延長することにした。コスピ韓国総合株価指数200銘柄とコスダック150銘柄の計350銘柄に限り、5月3日から空売りが再開される。空売り禁止は昨年3月、一時的に6ヶ月間導入し、同年9月に一度延長した後、今回また延長された。証券業界では4月のソウル・プサン市長補欠選挙を控え、政界と世論に流された決定という批判が出ている。韓国の株価が連日過去最高記録を更新した昨年12月、証券会社から資金を借りて投資する個人投資家の借り入れ規模は過去初めて18兆ウォンを超えていました。うなぎ登りの株価上昇に韓国全国民が株式熱病を患っているとハンギョレ新聞は報じていました。しかし韓国経済における最大の不安要素であり、増え続ける家計債務は昨年4から6月期末で1637兆ウォン、約150兆円となっており、これがどれだけ凄まじい借金なのか、視聴者の皆さんはお分かりでしょうか。韓国の2020年の国家予算は481兆8000億ウォンですが、実際はコロナ禍でこれ以上の財政出動をしていますが、それを足しても家計債務には到底及ばないのです。つまり2020年の国家予算ならだいたい 3.5 倍分ぐらいが家計債務、借金規模となっているのです。家計債務が増える理由は、不動産投資や借金してまで株を購入する多数の個人投資家がいるためです。そして問題は家計債務だけではありません。企業債務と政府債務もコロナ禍で急増していて、しかも世界一の速度でです。韓国の企業債務は1118兆ウォンで、政府債務は2019年で2198兆ウォンとなっています。つまり家計、企業、政府の3つの総額はなんと5000兆ウォンを軽く超えているということなのです。これで株の空売り禁止を解除すると、株価の暴落は規定路線となり、コスピは大暴落で、韓国経済は奈落の底へとまっしぐらです。となると韓国経済破綻説が現実化する可能性が非常に高くなり、デフォルトへまっしぐら、韓国経済は完全に破綻します。前回のアジア通貨危機では日本が最後まで韓国を助けましたが、今回は絶対に助けることはないでしょう。となると最後に頼る国は米国となりますが、米国も絶対に助けることはないでしょう。泣きつくところは結局元宗主国の中国以外にないと言えるのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この番組をご支援してくださるメンバーも募集しておりますので、ご参加していただけると幸いです。コメントや高評価もぜひお願いいたします。